新門海陸馬八幡神社は、愛媛県松山市にある神社である。新門は、左三つどもへ。上元年間に、京都の岩清水、八幡宮より環状志向の死の崇敬を受けたという。天正十八年、胸方宮、雇り宮、尿宮を殺し。慶長五年、正木城主、加藤義明が、関ヶ原の戦いに出陣した留守に、毛利勢が、の遺とに、 水戸浜に攻め入り、当神社に立てこもったため、吉明の家臣、佃田重生がこれを撃滅、その時の陛下によって神殿を消失、旧儀、宝物等を失ったという。なお、その当時は今のところより北の三上市の原に鎮座していたという。翌慶長六年、加藤義明が松山城追記にあたり、社殿を現在の地に移して再建し、 松山八社八幡の一社として数形し、江戸三勤の際には平白を建て祭り、道中安全を祈願したと伝えられる。明治43年、阿多ご神社を合祀した。10月6日の霊体祭の翌7日の新興祭では、山越えの南北二体によって、喧嘩信用が行われる。10月7日の新興祭は、宮田し七時、宮田し後七時三十分頃から、栄光府山越。 宮入り前の21時頃から神社境内で喧嘩信用が行われる。平成23年、北山越信用新調、同年に北山越地区と三行地区が分離。平成24年、三行地区の寺町、町方の地区が分離し、寺町が旧北山越三越を継承。町方が六角信用新調。なお同年の南山越は喧嘩信用自体。 平成25年、南山越、北山越、三行の3体によって、喧嘩信用が行われるようになる。北山越地区では、伊勢温度、おこし太鼓、獅子舞、下流土舞、親父等の伝統芸能が多数残っており、10月7日の新高祭での順調時に、要所で行われている。平成26年、三行は、喧嘩信用自体。平成27年、三は、 喧嘩信用自体、ありがとうございます。